ウクレレ知事には防衛とは誰かが丸腰で応対することしか頭にない。台湾有事を想定し、自衛隊と米軍が日米共同作戦計画の原案を策定したことに関し、沖縄県の玉城デニー知事は24日、防衛省で鬼木誠防衛副大臣と面会した際、台湾の有事で、再び攻撃の目標になることがあってはならないと危惧している。 これ以上過剰な基地負担があってはならないと述べた。沖縄戦を念頭に置いた発言とみられ、住民が戦闘に巻き込まれることに懸念を示した形だ。玉城氏は副大臣に対し、防衛省が計画に関しての詳細を明らかにするよう要求。政府全体でアジア太平洋地域の緊張緩和と信頼の情勢をしっかりと努めてほしいと語った。 ひいきめに見ても、玉城氏は沖縄県に過大な米軍基地があることを盾に被害者意識を誇張する。県民が巻き込まれ、またも戦闘の犠牲者になると泣き叫ぶ気持ちに身をよじってみせる。玉城さんあのね、戦争は一方的に肩がつくものではない。双方が相手の出方を慎重に押し量り狡猾に動くものだと考える。 中国が米軍基地を攻撃したらまさに真珠湾攻撃と同じで、間発を入れず米軍の報復攻撃の対象となり、壊滅的な犠牲を払うことになるから軽率に沖縄を攻撃できない。台湾有事が起きれば尖閣諸島は中国のものと言い張っているから間違いなく取りに来る。その前に、台湾に侵攻したら間違いなく米軍は動く。 米国が動けば、同盟国の日本も標的になる。沖縄に基地がなかったとしても攻撃対象になる。その沖縄には米軍や自衛隊が共同で展開できる防衛網が備わっている。防衛戦略上ではむしろ幸いだと考えるのが普通の頭を持つ人の見解だと思う。中国に這いつくばって兵イらしていれば頭の上をミサイルがグアム。 ハワイへ通り抜けてくれるのを遅れれでも引いて眺めるの。へえ、お聞きいただき感謝申し上げます。